はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポン実況するグランツーリスモスポーツ、今回はデイリーレースの模様ですね、やっていきたいと思うんですけども、今回はドラゴントレイルシーサイド、こちらのですねグループ3でのレースの模様を実況していきたいなと思います。で今回はですね、なんとなんて言ったらいいんですかね、同じこの、全16台ほぼほぼ B か A か A プラスということで、自分よりね速い人が多いということで、かなりね白熱のレースになっております。全5周です。さあ、ローリングスタートから今、スタートしていきました。早速ストレート、ポルシェがね後ろから仕掛けてくると、スリップストリームですね。さあドラゴントレイルシーサイドはね、オリジナルコースではあるんですけども、初めてデイリーレースを優勝したコースでもあるので、そのあたりはどういう風に走れば、速く走れるかっていうのがね、大体分かってるつもりなんですけども、1台スピンして、11番手にポジションアップ。さあここから、2速ヘアピン入っていきます。さあ、また1台コースアウトしていたので10番手にポジションアップしました。さあここから、高速の区間ですね入っていきます。非常にリズムよく抜けていかないと非常に苦しくなる、そんなね、ところではあるんですけども抜けていきます。予選タイムはね1分39秒5、これぐらいまで出したんですけどね。さあここで、またね三角形の今度は右側のところですかね、ヘアピン抜けていきます。そしてドラゴントレイルシーサイド名物の、まあグランツーリスモファンの人であればここは名物でしょう、デス試験員です。もう最も怖い200キロ前後で抜けていく試験員は抜けていきます。まあ、プロドライバーのねグランツーリスモスポーツのプロドライバーの方もデス試験員でね単独でミスしたりでもあるので、さあブレーキング前が2台争ってる間2台のところをまとめてオーバーテイク、7番手にポジションアップです。いや今のオーバーテイク気持ちよかったですね。前が争ってくれてたのでその隙をついて2台まとめてオーバーテイクしました。さあただこの7、8、9、10、ぜひこのね4台の争いに注目しておいてください。バックの状態です。さあまずは1コーナー目、この S 字をまず抜けていきます。後ろはコルベット、アウディ、そしてポルシェ。ちょっとコルベットの方の方がねストレートスピードは速いので、そのあたりはねうまいこと抑えていかなくちゃいけないかなという感じですね。まあ、本当にドライバーレースレーティングもねほとんどの方が、上位陣は A だったので、そこに食らいついていく形で、走っていくような形になります。先頭集団はトップが3台抜けて C56 のパック、そしてこの7、8、9、10のパックですね。さあコルベットの選手がインサイドから仕掛けてきている、ブレーキング勝負。ここはちょっとねオーバーテイクされましたけども、いい仕掛けでしたね。後ろからはアウディが来てますね。さあ2回目のデス試験員、ギリギリを攻めていきます。さあまあ8番手にポジションダウンはしたんですけど、前の人のステップを使いながらね、前方に追いついていきたいなという感じです。さあ最終コーナー立ち上がり、これもまあスリップのポジションついているので、スリップ使って前には出たいというところですね。さあタイムは上がってきております。前はね6番手の選手も見えてきているので、ちょっとねだいぶパックになってますけども。さあ3周目に入って1番目抜けてきます。ここまでの差はねそんなになくなってきてますね。まあ、ちょっと前とも、つながってきているので、まあ、6番手までは狙えそうかなというポジションにはなってますね。前がちょっとふらついているが差はそんなに縮まってないですね。さあ高速の区間に入ります。ここをいかにね早くクリアできるかによって2回目のヘアピンのストレートのね進入速度変わってくるので、ここのセクション意外と大事です。さあ完全にテールトゥーノーズ、
さあどっちに振るか、ブロックポジション取られてる、アウトからいきますがちょっとラインがないですね。まあ最終コーナーで仕掛ければいいかなという感じですかね。さあ3回目のデス試験員、ミスなくいきたいところ。さあスリップついて、さあ私も最終コーナー銀に振る、ブレーキング、さあインサイド小さく回ってこれで前に出ます。まあやり返した形にはなりましたね。さあ私も7番手に浮上です。あそこね、最終コーナーは小さく回った方が、非常にオーバーテイクしやすいかなという感じにはなりますね。さあ7、8、9、10、この4台の争いですね。前はね、5番手、6番手が争ってるのでペース落ちてきてるので、そこになんとか食らいつきたいかなという感じですね。後は後ろが3台でやり合ってくれて前に追いつくんですね。まあ、ドラゴントレイルなんですけど、かなり高低差がある、サーキットではあるんですけども、わりかし結構高速な区間が多かったりとか、あとは難易度の高いコーナーもあるので、そのあたりはワンミスが本当にちょっと怖いかなっていうところですね。あとはドラゴントレイルのコース設定上、遠征中かなり高いので、あんまり深く乗り上げすぎちゃうと、車の体勢を乱してしまうので、ちょっとそのあたりも、気をつけなきゃいけないかなという感じですね。さあ5番手6番手の争いまでパックになってきましたね、これ。一列対列が。さあ4回目のデス試験員、ラインがちょっと苦しいミスだ。さあここでペースが落ちます。ちょっと今のミスは痛いですね。さあ後ろからコルベット、アウディも来ている。3ワイドの状態でちょっとこれはね、インポジれなかったので、さあ2台に、さあどうだ、ポジション的には7、8、9。さあ3ワイドの状態になりそうですね、これ。さあ面白くなってきました。さあ3ワイド、3ワイドで飛び込んでいく。さあ真ん中のアウディがちょっとふらつくが、ブレーキングアウトからかぶせて、なんとか7番手を、ね、戻しましたが、逆にコルベットの方が10番手まで持ちましたね。ポルシェの方がオーバーテイクして、今のねファイナルラップ直後の、3ワイド白熱でしたね。さあまだパックの状態は続いてます。アウディのストレートが速い。さあ高速のセクターリズムよく抜けたいところですね。この争いはもうなんか、あーコルベットの方がミス、これで3台のパックになりますね。さあヘアピン、ブレーキングどうでしょうか。ここはねインサイド丁寧に回っていって立ち上がり重視ですね。あと怖いのは最終コーナーですかね。あとその前に立ちはだかるのはディス試験員、今度は綺麗に抜けてきました。アウディの方がミス、あポルシェも巻き込まれました。これはちょっといただいたかもしれませんけども、いやーすごい争いでしたね。まあ、ポルシェも7番手なんですけども、開幕が12番手からだったので、5台ポジションアップしたんですごくいいレースができたんじゃないのかなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回もね、ドラゴントレイルシーサイドでかなり熱いレースを、体験できたのですごく良かったんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。